ちゃ。今日は、まあ、MK プロシダというか、まあ、今実際使ってるんで、その特徴だったりとか解説できればいいかな。ちなみにラケット、ラケットは今使用してるのが MK カーボンに4面プロ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 硬くなったの、48度から51度スポンジのコードだけ変わったっていう。シートは変わらないけど、まあ、コードが変わったっていうだけでどんだけ変わるのかな。はい、おいしょ、ね、
するんだけど、うん、飛びすぎてるし、そう、なんかちょっと躊躇しながら、躊躇したから飛んでっちゃう、うん、なんか自分ガーンっていったらちょっと飛びすぎちゃう、いつも通り、なんか引っかかりすぎちゃうというか、振ってる感じしなくて飛んでっちゃってるような感じ、ああ、クッて持ちたいけど行っちゃうから、そう、だからちょっと抑えない、ちょっと抑えない。K3、 まあ使ったことない。あ、使ってたけど、でもこの辺が難しい。ああ、そうそうそう。なんか僕的にチキータはこの MK よりプロの方がちょっと安心感あるなって感じがするんだよ。でも前の普通のあの MK出たばっかのシダ。大絶賛してる MK は、まあ、それでちょっと硬くなってどうかなって思いました。あとは硬いこれか、ちょっと俺のバックの切り落ちちょっとむずい。もうちょっと掴みたい。バチる感じがする。するね。けどやっぱ、まあ、前のやっぱ MK が良かったから。えぐいね。はい。癖出してくるね。普通の字じゃできねえ。ひっさがく。うわっ、うわっ、うわっ。でも、ほんと YouTube 選手権ってほんとこのように出てるよ。カウンターのミスしたメイクした。でも本当カウンターでも良かったよ、やりやすかった。なんかパーッと行くんじゃなくてシート、ま、そんな硬いんだけど、シートでカッて持って、あとそこから調整いくね。
他のラバーじゃ出ないようなボールが出せるような気がする。まあ、フォアに関しては僕はすごい気に入ってる。でバックはちょっと硬い感じがするんで、まあ、ちょっと MK とプロ両方試しながらちょっとラバー決めていこうかなと思います。以上です。ありがとうございました。今日は何のラバーを練習しますか？ヨーラのトロニクス GR、 ヨーラのダイナライズ ZG、 ヨーラの、ダイナライズ ZG R。 C6 midgets that be fire juggling